はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ミンサガリマスター、ジャミル編。今回はテオドール乱心がもう始まるはずなんで、多分これだけあれば大丈夫だよね。ちょっとここからやっていきたいと思います。おお、よくいらした。というわけでテオドール乱心。現在の状況をご存知ですか？で、コンスタンツに話を聞いて、で、騎士団の鍵をゲットして、で裏口から侵入で地図をゲットして、こいつ倒して火の鳥一掃。邪教の館じゃねえか、廃墟。そしてレッドドラゴン戦。あれ、炎対策どうなってる？どうにもなってない気がするけど、まあいいや。で、さすがに効かないから、奇跡の水とかなんか一回使うのありそうな気がするけど、まあ取っておくか。電光石火だな。モールグレーなんか覚えたいんだよな。結構技覚えたけど、会社権覚えたんだよね、やっぱり。ひふみ。で、ウコムは、LP 使うからな。陣雷をすでにもう使ってるんだけど、あれ使ってなかったっけ？ LP 回復してんな。まあいいや。総流派でいくか。藤娘は影矢が使えないから回復量5、3ピートで1ずつ貯めていくか。よし、それこれでいこう。電光時代。そう、炎のベルトぐらい。うわ、いや結構厳しいな。乱れつき回復に入るか。これ聖杯とどっちがいいの？まあいいや、普通に癒しの水で、ジャンは攻撃、ナイトハルトも攻撃に入ろう。で、モニカちゃんは癒し。LP が減っていくな。ナイトハルト、痛い。乱れつきやっぱいいな。BP の減りが結構少ないから、ナイトハルト蘇らせよう。で、ひふみ。アルドラ、ちょっと待って、何してたか。アルドラは癒しで、ナイトハルト、ジャン、ひふみ、癒し。ジャミルが減ってっから、ジャミル。そろそろ倒れてほしいけどね。まあ、回復2人入って、ればまあナイトハルトのさ回復量マジで少ないんだけど、ジャンも少ないしさ、このメンバーなんか回復量少ないメンバーだな。脳削り。いや結構しぶといな。まあ、ジャンは妖精イベントこなしてるからね、やっぱ全然違うよな。攻撃総流派。どうしようかな。攻撃に入るか。影や。OK。アイテムは別に狙わない。こいつなんか落とすんだよね。いいやつ。で、テオドール助けて。で、特に火の鳥対策はしてないんだけど、一旦そのままの装備でいくか。お前が偽物なのは分かってるぜ。で、常時セルフバーニングが入ってるから、エスパーダロペラはまあ三聖章で、トマホークがある。あるね、トマホークでしょ。こいつどうする？なんもなさそうだな。ディフェンダーも特にないから、強心剣で火力だけ出していくか。これは総流派。 LP をちょっと使うけどしょうがない。で、まあ力矢で一旦いくか。火の鳥どう？はい。いやもうめっちゃピンチやん。で、三聖章これなんか奇跡の大逆転ないの？ちょっと一人ずつ回復させてこう。このままでは全滅だな。そうだな。戦略的撤退も視野に入れないと。撤退はできません。いやマジかよ、強っ。クラック使ってくんの？これもう無理じゃね？いや強すぎる。こんな強かったっけイフリートで。一応非耐性はね対策した、上げてきた。耐熱手袋とか装備してるからジャミル。アクアマリンないのやっぱ痛いよな。で食らいたくはないのよ、やっぱり食らいたくはないからトマホークどうする？さあ初手防御ありだな。パンチじゃねえよ。もう初手だってもう絶対火の鳥でしょ。耐熱したこの防御いくつ ?100 ちょい。ジャミルとか100も食らってないな多分。よしこれ耐えればあとちょっとまた回復しつついくか。三聖章で BP もね溜まってるからね。で癒しの水で200台のやつらから回復してこう。アルドラでジャンがもう別に攻撃しなくていいんだよな正直って考えると、ジャン自分でジャン防御ありだな。でナイトハルトは、まあ、ウコムの矛の総流派でダメージでしょ。だから本当はモニカもな弓だからダメージソースになってほしいんだよな。そう考えるとジャン2ターン分だけ回復させよう。でモニカは攻撃に入る。これでこう1回宿体砲死んだけどしょうがない。ナイトハルトもマジ命削ってっかんな。でまあ大丈夫かな。一旦防御で総流派あんまり長引くとまた火の鳥使ってくるからね。コプラと結構食らうな。ちょっとナイトハルト全開にしておいて、ジャミルはもう三聖章があるから結構要なんだよな攻撃の。モニカもな入りたいからな攻撃には。1回ずつ死んでいく。そんなことないか。ちょっとミス多くねえかナイトハルト。なんでなんかが低い。三聖章使えねえし一応高級傷薬持ってます。でアルトラもまあ一応回復しておくか。モニカあんま減ってないけどな。防御で総流のり影屋とかいける？影屋は無理か。じゃあリッキアでちょっと回復だな。行くぞ宿体砲。そろそろちょっと危ない。てかナイトハルト死ぬんだけどタラスちょっと三聖章なんとかしてくれ。2は残しておきたいよな。ちょっとどうにもなんないこいつ。なんもねえな。回復しとく。いや防御だな。でやっぱそうするとモニカ攻撃に入らないと。誰生き残ってくれ。防御してたからかあんま減ってない。 OKOK でジャミルももうちょっと防御だな。ナイトハルトヒットポイント高く保っとかないと。意外に防御使える。エルファイアよし。これくらい単体攻撃だったらなんとかなる。2回に1回3聖書打てるから。さっき誰くらった？アルドラか。いやもうやることねえわこいつら。影はまだか。力屋で30分使ってるからな。よし OKOKOK。 いやーやっぱりイフリート強いわ。ちゃんと考えないと勝てない。でルビーも回収。金1万円。そっかそのまま騎士団領の伝説の竜騎士のイベントを進めていくか。でラファエルを仲間にしないといけないからちょっとモニカ外そう。一番分かりやすいところにいるからねモニカ。ということで竜の庭へ行きましょう。城の後継者である証を示し、竜騎士から奥義を学んでこなければならない。おお、ラファエルそこそこ強いじゃん。パーティー外成長してるからか、頭にしたかな。ディフェンダー減ってるしこのまま減ったディフェンダーをこいつはずっと使い続けたのか。しかもレザーアーマー、レザーグローブ、レザーブーツとかしょぼくない。もう永遠なる見習い騎士だよね、クラスも。よく出世したもんだよ、これで。大したもんだ、ラファエル。で、まあ、モンスターとは戦っていこう。で、ジャミルがね、ちょっとずっと再建しか使ってきてないから、多分ね、EP 減るのが、なんていうの、技数が足りてないと思うんだよ。なんで、羅刹の合剣を素振りしてって、使える技を増やしていこう。あとは一緒だって。電光石火こいつゼロで使えるからね。電光石火ゼロで使えるようになりたい。でジャンはちょっと敗者権覚えたい。こいつ弱ラファエル全部消費するじゃん。技なんもねえし、お前も素振りだ。あ、キングバッティング。どんどん技を覚えていきたい。さあ、龍神をやりますか。ジャミル、ジャン、ナイトハルトでいけるようにはしてるんだよね。ちょっと多いでしょ。なんかみんなこう走る系がいい気がするんだけど、どうでしょうか。払い抜けにしよう。でナイトハルトもだからチャージでいこう。お前もいらん。繋がらんな。この後ろの2連携でいけるんだったら出るまでやろう。よし、ようやく来た龍神。ちょっと苦労したわ。結構行動順指定すんの忘れてたから、工場順指定したらまあって感じでしたね。これでもう別にラファエル外していいでしょ。モニカを迎えに行こう。どう、元気？よろしくお願いします。また私の力が必要では、とうとう 100% になりましたので、詩人さんに話しかけましょう。クローディアとグレイがいるけど、シカとサルーインの復活が間近に迫っています。オールドキャッスルか。東の山で大きなお城を見つけたんだ。でオールドキャッスルに行けるようになったので、巨人族の里へ向かいましょう。こいつ結構強かった気がするんだよな。ザコか。音もザコって言ってるし、音もありか。音もはちょっと火の鳥で一掃して、でちょっと技数増やしたいから祈願刀を装備させてんだけど、人雷がね LP1 消費だからね、これ黄色にしたいんだよね。足りてない。でも足りてそうな気もするけどな、技数的に。まあいいや、ちょっと一回人雷使おう。で同じ理由でモニカもスピアを使わせてる。これの素振りしよう。2回1回につき300くらい、いや3回攻撃か。で電光石火、石火が使えない。フォークブレード、クロスブレイク。こいつらどうしよう。とりあえず素振り。この2人素振りだな。やばい、やられた。で結構ひらめくな、さすがに。いやヒットポイントやっぱりあるよ。そして一発の投石も結構重いし、ちょっと舐めてたら死ぬかもしれん。というわけで戻そう。ウコムの矛に総流派もそう1使うのがね、ちょっとなんかいいのある。カッサツがあるじゃん、カッサツ使おう。藤娘投入するか。影、あ、影は1使うけど、まあいいや、別に LP 使うわけじゃないから。いや、まだ生きてるか。あれなら回復に入るべきか。よし、オッケー。やっぱり結構強かったな。ザコかとか言ってたけど、お前は目測を誤っている。さあ、巨人の里に到着。アルドライベントが始まった。ミルザがこの巨人の里を見つけてたら、巨人を仲間にするために必死で活動しただろうな。そして巨人を仲間にしただろうな。ミルザならできたさ。あれ、こんなとこにもダークいる。もうほっとくけど、何かが売られていない。あ、これアイスソードか。でもアイスソード使う気はないからな。盾か。家臣防具連、雨雲、ハヤテ。いや、ちょっと2つくらいしか買えないからな。どうしよう。だってハヤテの靴がいいよね。素早さも上がるし。他なんかあったっけ。他なんか何もなさそうだな。こいつ何売ってる。あ、術か。そうだよね。結局、まあ、結局ハヤテの靴に落ち着くな。ハヤテの靴、ゲーアイテムいっぱいだ。ちょっとあと売ればなんとかなるよ。売ったら10万円までいったんで、とりあえずハヤテの靴は2つ買って、でマルダの盾の方がいいよね。シャも防げるから、これ2つくらい買っておこう。盾要員として。フレイムタイラントの力が宿るサークレット、炎に極めて強い。炎を使ってくるやつでももうイフリートくらいしかいないからな。倒したし、まあ、普通に敵でも出てくるけど、まあいいや。買い物はこんなもんでいいでしょう。精霊石とか結構いっぱい持ってんだよな。じゃあもうラストダンジョンに行っちゃいましょう。進む。私はサルウィン様の一のしもべ。とりあえずミニオンはワイルだけぶっ倒しとこう。あなたの人生もここまでです。まあ普通にやってって大丈夫でしょう。せっかのまあ30あるから EP 減ってもいいかな。強心剣で、こいつはさすがに命を使っちゃうとあれだから、スイッチバックでいこう。プラズマショットだな、火力的に。1500、1300、これはもう分からん。ちょっとジャミル集中攻撃食らったか。で、癒しでもう一回強振でいこう。で、スイッチバック、プラズマ。まあ、コスパの技をちょっと落としていきたい。で、一番最終階層のミニオンがミライクスーパーなんで、これは回収しておこう。エスタミルを攻撃して、で、ここのミニオンも1体。まあやることは一緒なんで。はい、終了。で、サロイン戦。で、ここはもうコスパで乱れつきで、大地の剣は例によって、いや待てよ、リバイはかけておこう。ジャミルで強振、ナイトハルトマジで少ないからな、回復が。まあジャンも少ないけど3しか回復しないからね。どうしようか。何が火力的に何がいいのかが分からん。脳削りでいいや。知力ダウンしてもらおう。で、瞬速連射使うよりはプラズマをちょっと数多く打っておきたい。2でいく。で、ウィンドカッター結構食らうな。ディフレクトされた。プラズマショットめちゃくちゃディフレクトされてんだけど。見るだよ、共に戦ってくれ。で、光一応覚えさせてあるんだよな。ムーンライトヒール、ジャミル、左手。まあまあまあいいね。消耗の割には。てか、あ、なんかザップ覚えた。強っ。ザップ確かに強かった気がする。これもめちゃくちゃくなんだよな。35、ほぼもう即死だな。ただ回復1人でいい間はちょっとアルドラに回復させとこう。ナイトハルト火力が意外に、あ、またザップ使えばよかった。氷が400の、まあ、500近いな。めちゃくちゃカットされるんだけど。まあアルドラ、こいつあでもな回復2回しかできないからな。一応全員ムーンライトヒール覚えさせてあるけど全然ダメだしょぼすぎるから。あアルトラしかもあれになってんじゃん、まひってるやんけ。じゃあナイトハルトでアルトラ回復させてモニカの浄化の水であれじゃん、なんだなんかついてんな。さああれここでさなんか状態異常とか全部引き継がれるんだっけ。リバイバーも引き継がれてる。あんまりいい状況での2戦目じゃないな。あやば。ジャミルはただ攻撃をしておきたいよな。一回変幻自在入れちゃうか。でジャンはだから攻撃ができるから強振、ナイトハルトがアルトラ回復でモニカが浄化の水。やっぱり下がってんな。クラックスタンめっちゃしてるやん。で乱れつきアルドラ結局回復前にスタンさせられたのか。命9、いや総流派でいこう。で浄化よしミス。これはディスティニーストーンかな。1200強振でも400か。で乱れのここはちょっともう聖杯投入しよう、奇跡の水で。ナイトハルトも命を削ってでムーンライトヒール7も使うのか。まあいいや、アルトラ回復させよう。どっちがいいんだ、育ってる水の方がいいのかしょぼいムーンライトヒールの方がいいのか。いやー育ってる水の方が良さそうだな。今柱どうなってるこれ。これ変幻自在いけるっしょさすがに。これ変幻自在お使わない。あナイトハルトが減ってるか。もう自分を自分で回復したい気がするけど、ただちょっとな。剣の雨来た。123死んだけど、まあ、回復はしてくれるでしょう。152回復量も減ってんのか。いやこのターンきついな。アルドラリバイバーどうなってる。一応ジャミルリバイバーかかってると信じてジャンにやろう、自分にやろう。でみんなもう回復回だな。高級じゃないあれ、なんでこいつ一番下だけ高級なんだ。ダークネビュラやば。モニカが死んだか。なんかこんなに強かったっけこいつ普通に。ちょっと回復に入ろう。ムーンライトヒールいや水だな。で自分で究極でモニカ回復させて、こいつはもうマジでナイトハルト攻撃するしかない。これアニメート使われたらまずくないか。そういえばよし早いシャドウボート192単体攻撃で助かるな。変幻もうアルトラとモニカは常に回復だな。使えなくなった総流派が。自分だな。火の鳥そういえば装備させてないな。なんかアクアマリン的なのないからな。変幻アルトラがいける。でナイトハルト減ってる。総流派いける。癒しでジャミルだな。ちょっと待ってアルドラになっちゃった。これか3人攻撃の2つ入ってたな。 PP は聖杯の力でだいぶあるからな。よしで食らった分だけ回復した。でまだ変幻自在いける。でジャミルこれいけんな。モニカザップ打つか覚えたやつ7でまあ2使うけど火力が高いからな。やっぱ PP 使うやつってボーテックスってリバイバー解放されたで乱れつきBP はまあナイトハルトジャンがめちゃくちゃいっぱいあるのかアルドラかなり溜まってるよねってことで変幻時代で攻撃に入ろうちょっとリバイバー解かれたけどもうそろそろいけるはず剣の雨これでいけるかあれまだかまだ剣の雨かちょっと予測が甘かったフェニックスアロー解放したモニカ回復できたの結構でかいなアルドラジャンももう無理だから攻撃に入ってこいつもないから攻撃に入って2体回復ずつかジャンだなおっとハンコ3段突きこれちょっとジャミルも生き返らせに入らないとなあ壊れた全然見てなかったわひふみのダチまあモーグでも全然強いからねアニメートよしよしよしオッケーオッケー早かったこれはかなり助かったぞターン的にひふみ強いまあまあまあ強い今の状況であのダメージが出るんだったらいやマジで壊れてしまったかそれは全然予想外だったな一応ジャミル隠させとくか乱れクラックこれいやめっちゃスタンしたわでまだただいけんなまあまあまあでも減ってる分には常に回復しておこう乱れだいぶダメージ通るなあーこれはもうマジでスタンするけどダメージ量的にはそこまででもないからなちょっと自利品な感じはするけどジャミルは乱れつき打ってるから1000くらい渡ってるよねよしこの剣の雨はもう終わりでしょうこのままでは済まさんお前の消滅せよというわけで無事ジャミル編も終了となりました。結構大変だったんじゃないの？まあ確かに結構大変だったな。正直に言っていいんだぜ。ここまで来れたってだけでも大したもんなんだから。まあやっぱねミニサガは面白いっすね。まあ半分は俺の力だから。これで5人クリアか。他の連中は俺よりもかなりレベルが低いからな。まあ、ジャミルはね正直強いよ。本当に強いと思う。よろしくだな。初期装備も強いし。立ち去り方だまあというわけで、ジャミル編はこれで終了して、まあ、次ちょっと、まあ、やりたいものとしてはあんまり使ったことのない武器種を使っていきたいのとあと人間以外でやっていきたいのとあとね一般兵だけっていうのもちょっとやっていきたいんですよねまあそこら辺のところもちょっと動画にしようと思ってますで、まあ、今回ジャミル編やって多分これがね5回目だと思うんですよ第5話みたいな感じ、まあ、1本にまとめたいよねちょっと動画の1本の尺は長くなっちゃうかもしれないですけどまあ長くて1時間半くらいでちょっと1本に次からまとめていければなと思っておりますのでまあちょっと次回もね、見に来ていただければ、嬉しいですというわけで今回はここで終了します最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価していただければ幸いです